日本東京都千代田区、神田商船町神田小川町は、東京都千代田区の地名。現行行政地名は、神田商船町1丁目から神田商船町3丁目。郵便番号は101-0052。住居表示に関する法律に基づく住居表示は、未実施である。千代田区の北部に位置する。北辺編は、神田猿学町、神田駿河台。 神田淡路町にそれぞれ接する。東部は神田須田町に接する。南部は神田西木町、神田塚佐町、神田水戸城町にそれぞれに接する。西部は金華通りと千代田通りに接しこれらを境に神田神保町に接する。神田商船町は商業地域でビルや商店が多く立ち並んでいる。町域内の安国通り沿いを中心に、 スポーツ用品店が多く並んでいることでも知られる。他に、神保町に隣接していることもあり、出版、書籍関連の企業も見られる。また、カレーの街としても知られ、神田界隈、特にこの小川町周辺には100店舗を超すカレー店がひしめき合い、それぞれ個性的な店が出店している。江戸時代は、土浦藩土屋家や淀藩稲葉家などの武器屋敷があった。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。地域東部、おおむね外堀通りと本郷通りの間に挟まれた区域。 町域の中央部を東西に安国通りが通っている。各種商店やオフィスビルが並んでいる。都営新宿線、小川町駅と丸の内線、淡路町駅の地下鉄出口の前になる。地域中部。東部は本郷通りに接する。中央部を東西に安国通りが通っている。ビルや商店が並ぶ地域。安国通り沿いにはスポーツ用品店が目立つ。地域西部。 北西部は金華通りと、また南西部は千代田通りに接している。また地域内を南北に明大通り、東西に安国通りが通っており、両道路は駿河大河交差点で交わっている。ビルや商店が集まっている。安国通り沿いはスポーツ用品店が目立つ。町域内の中央部東西に安国通りが通っている。安国通りは、 東端の外堀通りと淡路町交差点で交わり、町域内の本郷通りと小川町交差点で交わり、明大通り、千代田通りとするが大火交差点でそれぞれ交わっている。また町域内には、お茶の水中通り、金華通りが通っている。都営新宿線、小川町駅と連絡駅でもある、丸の内線、淡路町駅、千代田線、新お茶の水駅の地下鉄の出入り口がある。 また場所によって、西部方向にある神保町駅や北部方向にあるお茶の水駅も利用可能で交通の便は良い。ありがとうございます。